はい、お疲れ様です。聖子です。本日はですね、1月の19日火曜日の分と1月20日水曜日本日の分とちょっと2日分のトレードの方を振り返っていきたいと思います。すいません、ちょっと昨日動画が撮れなくてですね、ちょっと忙しくてブログは書いたんですけど、ちょっと動画の方が配信できませんでしたので、本日ですね合わせて2日分やっていきたいと思いますが、まあ、昨日の分はですね過去のことになっちゃいますので、ちょっとさらっとね流すように見ていきたいと思います。ではまず昨日のからですね、こちらすいません本日と書いてあるのあるんですけども、1月19日火曜日の分になります。昨日のね、日経平均ですね、こちらの方はですねプラス391円25銭ということで3日ぶりに反発いたしました。もうかなり上げていってましたね。全体的にやはりですね、あの相場の方も上げてる傾向にありました。でこの上げはですね、イエレンさんがですねこの経済対策についてポジティブな発言があったということで、まあ、安心感から上昇したというふうに言われています。とてもね、トレードの方もまだやりやすかったのではないかなと思うんですけども、まあ、昨日ですね見ていったのはふるった、まあこの昨日で書いてあるのが一昨日になるんですけども、一昨日にですねふるった少し上昇してったので買いました。まあそこからですねもう昨日寄り付きとともに結構上昇していましたので、もうその時点で早めに売っています。まあその後はですねちょっと下がり傾向にあります。まあ、本日も少し上がったぐらいかなで終わってたような気がします。ちょっとね今日は見てなかったですね。そしてビザスクですね、こちらもですね情報修正があったあとですね、ちょっとねやっぱり数日日経も下がり気味やったので、あんまりね上げては大きく上げては来てなかったんですけども、今回ねこのランキングに入ってくるぐらい上がってたので、こちらの上昇を少し取りました。まあ幅少なめですけどね、ちょっと取っていきました。でイボ金ですね、イボ金はこの反発でちょっと入りました。でしっかりとねパッと一度ここの部分ですね張り付いたので、まあここのところでね売ってます。最近ねやっぱ S 高張り付き悪かったので、まあ、ガチガチに張り付いてるやつはもう寄り付きもしなかったりとかね、やっぱ数が圧倒的だったりするんですけども、結構ねやっぱり張り付かない剥がれてくるもの多かったので、ここはもうストップ高でもう売りました。はい。でここはまあ医療廃棄物ですね、ワクチンの方もですね結構接種が始まるということで、まあ、その廃棄物関連であったりとか、あとイボ菌はあれですね、レアアース関連でも浮上してきている銘柄になりますので、今ね注目されている関連銘柄でもありますので、ちょっと今後もですね見ていきたいと思っています。はい。そして次ですね、バルミューダになります。こちらですねもう止まんないですね、もうずっと上がってる、もうほんとすごい。まあここ怖くてほんとビビって私すぐ売っちゃってるんで、あんまりね取ってないんですけど、昨日は本当 IPO 関連めちゃくちゃ資金入ってました。あちこち IPO 結構上がってたんですけども、その中でもやっぱり今バルミューダはめちゃくちゃ強いですね。もう上昇し続けてます。本日も上昇してましたので、まあただちょっと上がりすぎてる感じもねちょっと否めないんですけども、まあしっかりとね見てはいるんですけども、なかなかまあ朝から上がりっぱなしのような状態で、本日5番前ぐらいから少し落ちたのかなとは思うんですけども、全然それでも上昇傾向ですね。明日、まあ、また上げていくのか、結構ね資金も大きくなってきてますので、まあ、気をつけてね IPO 関連入っていただかないと、下げも激しくね下がるときは激しいですので、皆さん気をつけてください。そして朝刈り券ですね、こちらも昨日は失敗したトレードになります。前日ですね朝刈り券上げてました、ストップ高だったんじゃないかなと思うんですけども、もう本日ですねもう寄りから結構上昇していったので、綺麗なね上昇でここに乗ったんですけども、上げ止まりましたね。まあその後下がっても上がってくることはなかったですが、まあ下げたところで
ちょっともう結構厳しいかなと思い、もう切りました。あ、昨日ですね、本日って書いてるけどすいません、この話は全部昨日の話になります。1月の19日火曜日の話ですね、になります。はい、そして昨日の収支ですね、利益98,260円、損失が46,630円ということでプラス51,639円で終わりました。良かったです、プラスしっかり取っていけました。で、明日の監視銘柄ちょっと飛ばしていきますね。ここ書いてあるんですけども、本ね過ぎちゃってるので、こちらの方と決算の方もちょっとスルーしていきたいと思います。ではですね、ここから本日のトレードちょっと見ていきたいと思います。本日1月20日水曜日のトレードになります。まあ、ほぼほぼはっきり言いましてトレード本日してないです。まあ、してないに等しいぐらいです。ちょっとこの後ね見ていただければわかるんですけども、日経平均ですね、マイナス110円20銭となりました。 28,523円26銭で引けたということなんですけども、まあまあ結構激しくねあちこち下がったようなイメージです。っていうのもですね、あのイエレンさんのこの追加経済対策ね、すごいこう反響がいいと言いますか、あの皆さんこうポジティブに受け取ってるのではないかなということで、米株上がっていたんですけども、まあ上がっていたままちょっと今日日本も上げてくるのかなと思いながら、寄り付きはですね、まあ米株に引っ張られちょっと上がったのかなという感じだったんですけども、まあ見る売っていかれた感じします。やっぱりね高値圏のちょっと警戒っていうのはあるのかなと、あの見られていますね。あとですね、本日、まあ本日、まあ日は変わっちゃうんですけども、まあ、21日の朝方ですね、1時か2時頃にバイデンさんのですね大統領就任式が行われるということで、まあ、ここの結構ね警戒売りが多かったのかなと、まあ、何を言うかわからないし何が起きるかわからない、まあ、ここによってですね、まあ、株価の動きも大きく変わってくるのではないかということで結構下げました。もう今日なんかストップ高も少ないんじゃないかな、一時ストップ高っていうのはあるんですけども、もうしっかり張り付いたストップ高っていうのは少なく感じました。で、全体的にやっぱり下がっていったかなと思います。で、マザーズはね少し結局プラスで終わったのかな、本日、まあ、1.8 ぐらいだからちょっとまあそれでも少ないですね。途中はもうマイナスになってたので、まあ、全体的にマイナス相場だったかなというふうに感じました。まあ、本日朝方にね、もう本日朝方と、まあ、21日1時2時 AM ですね、就任式が行われるということで、まあ、その様子を見ながら明日もトレードしていく形になるかなと思います。本日すごい警戒されてた形ですね。で、本日のトレードもうトレードと言えないぐらいだったんですけども、あの参考さん入りました。で、ここですね、ほんと綺麗にこうすごく上がってきたんですけど、入ったの良かったんですけど、ちょっとここにも書かせていただきました。あの刺し値入れてたんですけど100株しか刺さなかったんですよね。ほんとちょっとねもう虚しかったなという感じでした。あのがっつり刺さってくれたらねしっかりと利益取れたかなと思うんですけど、あの刺さったのがまさかの100株っていう、もうそれ以降下がってくることがまあねその間この間なかったので、あの100株だけの利益を取ったという形になります。もう本当にちょっと書くのやめようかなと思ったんですけど、ちょっと書くのも恥ずかしいなという感じでしたが書かせていただきました。はい、その他の銘柄はですね、もう今日は本当に下げ相場でめちゃくちゃ入りづらかった。あの IPO とかもね初め上がってきたけど下げたりとか、ちょっと戻ってくるのかなと思ったらもう全然戻ってこなかったりとか、ちょっと入るタイミングが、まあ、どれもこれも結構読めなかったっていうのが正直だったので、まあ、そんな時はですね無理に入らないっていう、ちょっと安くなったものをねあの購入したりとか、まあ、そういうところでこう株の銘柄を見ていくような時間が多かったかなと思います。で、一応見張ってたやつですね、ツインバードはこの間反転してからですね、あのちょこちょこ上げてきてたのでずっと見てます。持ってるんで見てるっていう形になってるんですけども、
で、ビザつくも引き続き見てます。まあこのあたりもね、でも全部ほとんど下がってます。イボ金ぐらいかな。中国はね、寄り付きで1回上げましたが、その後下がってます。ちょっとね、もう全体的に下げ相場になったんで、また上げ相場の時にしっかりと見てもいいかなと思いますが、で、あとイボ金、ここ上げてましたね。ここも見てました。で、トランスジェニック、ここはもう寄り付くことなく、もう決算がちょっと良すぎたっていうのがね、これだけ S 高ないから剥がれてくるのかなと思いましたが、そうでもないですね。ここだけはもう張り付きまくってますね。で、明日もちょっと見ていこうと思います。2日間も張り付いてるので、寄り付かずに張り付いたまま、素晴らしいですね。明日ちょっとまた見ていきたいと思います。で、本日の収支ですね、この100貨部分取りました。1336円ということで、もう過去ほどでもなかったんですけど、まあプラスはプラスということで書かせていただきました。まあビールの1杯2杯ぐらい飲めるかなという形ですね。で、明日の漢字銘柄見ていきましょう。ツインバードですね。ツインバードとうとう材料出ましたね。今も PTS も上がってます。で、このワクチンのね、ホレコを作ってるんですけども、ツインバード、まあこれでね、すごくこう話題になって、コロナ関連で上がってきた銘柄で、結構皆さんもご存知だと思うんですけども、今日ですね、今日の7時半頃かなに、経済新聞に載りましたね。あの、月産台数が10倍になったということで、あの PTS ももちろん上がっています。強いですね。10倍ですからね。結構、まあちょっとね、今言っても、PTS でですね、1970円ぐらいなんですね。で、一時2100円超えてるような状態だったんですけども、やっぱりね、この大統領の就任式まだ終わってないので、まあ、ある程度懸念をされてるかなっていうのと、まあ、結構ツインバードとかね、値動きも激しいので、そういった警戒もあるのかなと思いますが、まあ、今回結構これ受けて、まあ明日、まあ、伸びはするんだろうなっていう感じはしますね。あと、この下に書かせていただきました新鋭ですね。これはですね、この温度記録機の受注先って書いてあるんですけども、ツインバードのこの保冷庫を作ってる受注先ですね、これは。なので、ここ関連銘柄として今 PTS も上がってますので、明日もちょっと一緒に見ていこうかなという形です。で、イボ金ですね。イボ金も見ていきます。本日ね、決算発表されてるんじゃないかな。で、先ほど言ってたトランスジェニックですね、こちら S 高張り付いてたので、明日も見ていきたいと思います。で、本日のストップ高、ここにね、ちょっと書いときました。一時ストップ高だよとか、結構今日話題になってたのはこれ、ヤギですね。なんだこれと思ったんですけども、この繰り返し使える感染予防、感染予防用の隔離ガンの販売開始へということで、一気に上昇してきて張り付いておりました、ヤギ。ね、このあたりですね。ただ結構やっぱり一時ストップ高っていうのも多いですね。はい。で、本日ですね、サプライズ決算ありましたよということで、東京通信と、ここにイボ金入ってきてますね。まあ、2% の増益、上方修正ということで、最高益更新、まあ、ここは結構ね、評価が高くなってくるかもしれないですね。ここは明日注目していきたいと思います。で、明日もですね、決算あります、ね、少しなんで、まだ5社なんで見やすいかなと思うんですけども、まあ、明日ね、ちょっと今日のバイデンさんの就任式が、まあ、どういった形で終わるのかによって、また明日の相場も変わってくるのではないかなと思うので、また明日ちょっと楽しみに見ていきたいなと思います。もうただただこの、私はもうツインバードね、持ってるんで、もう爆発的に上がってほしいなと思ってるんですけども、まあ、こういった関連のところとかもね、見ていきながら、ちょっと最近は上昇してる株を見てても、やっぱテーマも結構ばらついてるかなっていうところもありますし、決算が多かったので、まあ、そのあたりで結構読みにくく、まあ、ごちゃごちゃといろんなものが入ってきてるなという形になっていました。まあ、小型株もちょっとね、最近弱い感じもしてますので、まあ、取りにくかったりとかしてるんですけども、まあ、それでもね、まあ、ちょっとまた相場が落ち着いてきたらいいなとも思いますし、
ちょっと明日の大統領選挙また楽しみにしながらですね、明日しっかりとまた朝から監視して株の取引の方やっていきたいと思います。また明日ですね、動画の配信したいと思いますので、ぜひ皆さん見てください。では本日も最後までありがとうございました。